嬉しい恥ずかしい美しい、どうもレインボー池田です。レインボー組んでます。表裏一体と言いますか、相方とは例えば仕事が一緒になりがちなんですよね。池田が美容のロケに行く時にこうジャンボはついてきて、こう池田がねいろいろ紹介するのよ。なあ、いつもなんかボケなきゃいけないと思ってコットン食うっていうボケをやって、スタッフさんがヒーってこうびっくりしたりとか、まあ池田の影響もありまして、今回ジャンボも美容のこう記者会見一緒に行ったんですけど、なんかねジャンボもなんならっていうのは、やっぱ顔のたるみがとかちょっとずつ話せるようになってきてて、今回アンファーのリズムさんの記者会見に行ってきました。一旦ちょっと芸能人感も見てもらっていいですか。すいません。はい、この登場のこのレインボーでどうもみたいな、そのね芸能人感ちょっと半透かしぐらいの、よろしくお願いしますみたいな、ね、クリニックの先生とかもいらっしゃって、クリニックの先生がこうずっとこの白衣を肩からかけてるみたいな。で俺らはずっと海軍っていういじり方をワンピースの海軍と同じ、ヒナヒナ、海軍のヒナと同じかけ方してるとか言って、記者会見楽しくさせていただきました。さあ洗顔の準備は整ったぜよ。龍馬さん整ったぜよ。新選組一番隊隊長池田フォーム、まずは洗顔ちゃん、洗顔ちゃん、洗顔ちゃん、さあ行きましょう。これまずねノズルがいいの、すごくね、行くよ、ほらすっごい優しい、優しい泡。よし、というわけでこれ使うから一回洗顔しに行きましょう。洗顔へーゴー。というわけで洗顔させていただきます。びっくりした。優しく優しく、みんな目には入らないように気をつけよう。もちもちで可愛い、もちもちの俺可愛い。あの TikTok の顔小さくなる加工、こうおぬゆるまごを出しながら擦らないように洗っていくんですな。綺麗、さっぱり。いや、新しい俺よ、俺だよ、俺、新しい俺だよ。こんにちは。あー、すっきりした。一回向こう戻ろうか。さあ、洗顔がすっきり終わりました。なんかね、キュピっていう感じじゃないのよ。洗顔って終わった後突っ張るのが嫌やったりすんねんけど、キュピがなくて、なんか一枚ね、この膜張ってるようなっていうか、すごいまだ包み込まれてるって感じが強い。さあそっから2種類の、まあこっちのジェルがありまして、アンファーリズムオールインワンジェルモイストと、アンファーリズムオールインワンジェルライト、ウォータリーとクリーミーですね。ウォータリーを使います。なんかほんまサウナ行く時ってさ、化粧水のラインとかさ持っていかへんかったり、朝とかさちょっとスキンケアだるいなって時とかもすごいおすすめ。オールインワンって、俺なんかオールインワンどうなのって人もおると思うんですけど、使い勝手の良さはすごくある。だってさ、めんどくさいからやらなくなったら終わりやんか。それが一番ないのがいいですよね。特に例えば彼氏にスキンケア始めてほしいって、これ使ってこれ使ってこれ使ってより、オールインワンこれ使ってっていう、このでしかも俺ここの推しポイント、カルノシンっていうのがまず一番最初に書いてくれてるんですよ。カルノシンって肌を滑らかに保つっていう、この、まあ、女性ももちろん使えるんですけど、メンズのスキンケアでなんか男の人の俺一番肌の嫌な部分ってゴワゴワっていう、特にまあ年齢層上、まあ言葉を包み隠さずに言うと、おずさん、おずさんが肌硬そうなイメージちょっとない、デコシワで固まってるやんみたいな、デコシワ塊してるやん、化石、化石肌。池田の自分の肌の好きなところはもちろんきめ細かい肌とかあるんですけど、この柔らかさなの、
この柔らかさ、赤ちゃんの肌でさ一番いいのって柔らかいとこやんか。もちろんな、このさ柔らかさ、うん、俺はおじさんになってもこの柔らかさを保ちたいってな感じでございまして、まあ、こっちの美容液もあんの肌を引き締めるグリシルグリシン入ってる。これも泡タイプですごく浸透してってるって感じです。さあここから今オールインワンジェルと美容液を肌に塗りやした。で大好きなやつ、これマジで毎日使ってるかも。そっからここでいきます。はい、ディズム EMSER メディスキンケアデバイスでございます。はい、何これカミソリ？そう思ったあなた、間違ってはあります。でも間違ってないです。カミソリから形を作ったっておっしゃってました。なんかこれのいいのがすごく持ちやすいのよ。まあ美顔器なんですけど、すごくまず持ち運び OK で、あの専用の充電器とかじゃなくて普通にタイプ C で、これがモードが1、2、3。俺これ記者会見でマジびっくりしたんですけど、ほぐす、届ける、整える、この言い方マジでいい。これがほぐすモードですね。オールインワンジェルとか塗った後にほぐす肌を、このまた畑やな、肌という名の畑をほぐす、届ける、整えろ。まあやんか。でさあこういう時にさ、ここ当てにくい。でもさ、こう上に持ち上げたいね。こう持ち上げたい。だからこうしなきゃいけない。違うんですね、ここノズルがさ縦型になるの。すごくねこれ。でこうしてこうできちゃう。すごくない？でこういう時とかはこう上に上げてこう。でしかもめっちゃ男の人の使いやすいようにこの T 字のカミソリの形にしてくれてると。素晴らしいですね。もちろんカップルで使うのも OK だね。取り合いになるよな。まあ分かりやすいように右だけやるね。分かるかな。すごい EMS 来てます今。でこれやるやんか。でその後こちら届けるモード、これでさらに浸透していくらしい。音わかるかな？これね、ちょっとね、超音波的なピーッと音がね、聞こえてます。これが届けるらしい。で、俺はね、記者会見の時ついに聞いてしまいました。ここの文字考えるのバリ難かったやろ、みたいな。池田も一プロデューサーとして、この文字考えるのってマジむずいのよ。言っていいことを言える範囲決まってて、んで、わかりやすさ、ほぐす、届ける、整える、この3つの言い方マジですごいなと思いました。はい。で、やりましたら、最後に、青。これで、ほぐす、届ける、整える、最後にこの蓋をしていく感じですね。この潤いを閉じ込めると言いますか。で池田的これは推奨してるか分かんないけど、あんまり長くなくていいなって実感してます。そのな、10分かけてとかじゃなくて自分の感覚でいいっていうか。しかもこれちゃんと医師監修らしい。クリニックでどういう風にしたらいいのかっていうので、まあ話ちょっと、うわー記者会見ちょっとだけ見せたいな。ちょっとだけ覗いてみてごらん。それがこちらです。おお、すごいっすよね。クリニック監修のメディケア美顔器という形で、はい、世界初の ER モードとこちらのような T 字形状の美顔器を発売しております。 T 字形状っていうのがいいですね。見てください、手のひらよりもこんな小さい。お前がでかいねんて。上がってるやろ、わかる？この左右の感じ。わかるかな、わかってください。ちょっとやっただけですごい浸透するし、なんか肌の仕上がり方とかも全然違う。もともとがめっちゃいいと思ってたのに、え、さらにみたいな、え、水分足したみたいな感じで俺は感じる今これ。なんか手でさ、こう浸透させるのもさもちろんいいよ。でもさ、めっちゃこっちつくやんか。でもさ、ここついてないってことはさ、それが全部入ってってるってことやんか。すごいよね美顔器、すごいよね美顔器。まあさすがに医大もやるんですが、さあてな感じで、俺はまだまだこっちのリフトアップを上げて、そろそろお別れの時間になるんですけど、記者会見の時の、あの写真撮られてるジャムもだんだん、昔はね、なんか、ぐらいやったんですけど、だんだんね、その、美容っぽくなってきたんで、このジャムのちょっと顔見てほしいな、その最後。で、この記者会見の服買って帰ったんじゃないかな、ジャムも。そうやった気がする。あいつすぐね、気に入ったら服買って帰るんでね。
記者会見の時の服よく着てる気がするな。はーいって感じでございました。池田はこのまま浸透させますが、皆さんもぜひ使ってみてください。そしてリズムさんありがとうございました。末永くまたご一緒できることを楽しみにしております。まだ見てたのか、じゃあな。それではチャンネル登録&グッドボタン、どっちもグッドボタンよろしくお願いします。バイ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 、下手くそ、あ、ここバイ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 、下手くそ。